モンドッチ・ダルカムは、スペイン・カタルーニャ州タラゴナ県にあるムニシピオ、バッシカム郡に属している。モンドッチ、モンドッチ、あるいは、カスティーリャ語式に、モントロイグと表記されることもある。クルデ城山と地中海に挟まれ、コマルカのほぼ中央にある。住民は二つの地域に分散して居住している。一つは、ナッツとオリーブ栽培を主産業とする、内陸側の歴史的な地区で、 もう一つは、コスタ・ダウラーダにあるミアミ・プラジャーのビーチリゾートである。ムンロッチは長い海岸線を持ち、そこにはリゾートアパートやキャンプ場、ホテルがあり、それらはピンス・ダ・ミラマーとミアミ・プラジャー、およびラス・ポブラス・チックに近いリファー海岸の一帯に無秩序に立ち並んでいる。有名な建物として、ルネサンス様式の二つの門を持つ。 ゴシックルネサンス様式のサントミケル神教会がある。それは1574年から1610年の間に建てられたものである。町の遥か上方の険しい岩山にはサントラモン霊杯道を持つラマーラダデウダラ、ロカ霊杯道が建っている。また、画家のジョアン・ミロはラス・ポブラス地区にある父親所有の屋敷マス・ミローで1911年以降長らく過ごした。ミロは ムンドッチについて次のように語っている。モントロイグの地名はその一体が突き出している幻想的な形の岩の色に由来していた。水、風、干渉が柔らかく多孔質のエビ色をした岩肌に作用して幻覚的な力を帯びた自然の彫刻を作り出していた。それは明らかにガウディの幻想の源を思わせるのだった。ムンドッチの経済活動は 代表的な地区であるムンロッチダルカム地区とミヤミプラジャー地区で大きく異なる。内陸部のムンロッチダルカム地区ではその主要な経済活動は農業で特にオリーブ、アーモンド、キャロブ、野菜などの栽培が盛んである。特にオリーブオイルは原産地故障 d o c u r a としてムンロッチの主要生産品として自治体経済の中で重要な位置を占めている。 海岸部の宮見プラジャー地区はその地理的特徴を活かして観光分野において非常に重要な役割を果たしており近年ますます発展している。自治体収入においても観光業は最も重要な収入源となっている。ありがとうございます。